あらめさん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、松屋で毎回190円オフ折り紙ペイキャンペーン開始ということで、今回はお伝えしていこうと思います。はい、それでは早速お伝えしていこうと思うんですけども、本日松屋からこちらのキャンペーンが発表されました。折り紙で半額第7弾、300円以上のおしゃれが毎回190円オフということで、なんと毎回お会計190円オフになるんですよね。そう、大事なところは毎回190円オフということで、まあ簡単に言うと、松屋の並盛りが320円なんですけども、これが130円で食えるんですよ。並盛りならもう半額以下で食べれるっていう、とんでもないキャンペーンを繰り出したなっていうことが発表されました。で、こちらのまず期間なんですけども、2019年の5月の8日から、2019年の5月の14日の火曜日までとなっております。で、利用可能店舗に関してはもう簡単に言うと松屋の系列ですね、松屋フーズの系列に関して使えるということで、まあ松屋、松の屋、松の屋マイカリー食堂、ステーキ屋松、天松チキン店などの計1139店舗で使えるということになっておりますね。対応可能な店舗に関しては、QR コードができない、お店もあるみたいなので、そこに関しては、こちらの折り紙ペイのアプリに、マップ機能があるんですよ。で、それで、自分の近くにある松屋が使えるかどうかっていうのが、もし使えれば折り紙ペイの、マークが入ってるので、そうすれば、まあ、一応そこでは、決済は可能ですよっていうことですね。で、一応注意点もありまして、税込み299円以下の場合は、割引は適用されず、そのまま定価でのお支払いとなるということ。とあとはドライブスルーとか松弁ネット電話予約の弁当では利用が不可ということなので、ちゃんと店舗に行ってその券売機で決済をしてくださいというところがポイントとなっております。はい、ということで今回は、折り紙ペイを使って松屋で毎回190円オフのキャンペーンについてお話をさせていただきました。で、今回ですね、まあ、ゴールデンウィークに QR コードの決済が使い忘れてしまったとか、まあ、もし、あと松屋とかですね、まあ、お仕事のお昼休憩とかでよく利用される方であれば、今回を機に、まあ、チャレンジしてみるのもいいのではないのかなと思います。ということで、本日の動画いいなと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、あとは Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。